セーフティー、めちゃくちゃうまいライン通過して丸見え。どうもたっくんです。あるねー、ここもうこっからここはもう完全防御みたいな、はいはい、あーそのラインいった、うまい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 、あれーみたいな見えてるみたいな、ある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 、あれ僕結構別に丸見えになっても好きで、一瞬相手が、はい、うめえぞみたいな、うめえぞってなる瞬間があるんで、なるほどなるほど、それだけでもよしってなって、ざわざわみたいな感じが、そう結果見えてたとしてもで取り切られるみたいな。そう、前回ほら黒子先生がなんか罰ゲーム食らってたじゃないですか。食らってましたね、珍しく、はい、これねリベンジをしたいと彼は申しておりました。こんな痛いのに、はい、どうか悔しかったようです。なるほど、逆に罰ゲームを食らわしてみたいと。まあいいでしょう、はい、いいでしょう。で今回はね、この前は10個でやったじゃないですか、早く全部落とすボーラードバージョン、はいはい、そうですそうです、あれはちょっと黒子先生 あのスクラッチのルールがね、あ曖昧なまま始めたので、あなるほど、はいはい、今回です曖昧ではないと、別にボーラードのルールにのっとってたから別に曖昧ではないと思いますけど、はいはいはい、納得いってないと、まあ、納得いってないので、今回ナインボールでやろうじゃないか。あーナインボール、ナインボール、はい、でファウルした場合は、現状スタート、現状、はい、でスクラッチした場合をちゃんと決めましょう。スクラッチした場合どうします？2ポイントかキッチンからにします？地獄ですよ、本当にスクラッチしてからのキッチン地獄ですよ。いやそうだけど、それはボーラードだからであって、それを味わってもらう。でもいやでもナインボールだとキッチンがもうなんかアホみたいな球になったりするじゃないですか。ボーラードは別に選べるけど、はいはいはい、なんですか、じゃあスクラッチしたらフリーボールってことですか？じゃないですか、違う、もうスクラッチはだからちゃんと取りに行くから、はい、一つ質問なんですけど、はい、何にも当てないスクラッチはありですか？もうありじゃないですか。ありにしましょう。それもありです、はい。だってこれスクラッチしたらだってガコンガコガコガコがあるから、そうですよね。そのタイムロスです、ね。はい。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。勝った。でもこれ前回やってるから、うわ絶対高校の方が有利な気がするけど、先行で。お、マジっすか。早く痛くなって早く解放されたい。ブレイクしたらスタート。はい。したらスタート。もういいですか？もういいですよ。準備できます。シートブレット取っていきましょう。これ移動が遅いな、これ。どうぞ。これ絶対負けるじゃん、そしたらなんか。こっち突きづらいじゃん、痛い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 、しかもポジションいい、ポジションいい、そんなこれ、痛い痛い痛い、怖いです、みんな怖いです。やだ痛い痛い痛い、反対まで行くのつらい、あ痛いこれさ、はいはい、
これ痛すぎるよマジでやっときましょう、3番やばい、4番、4番どこになんだこれ、めんどくさいどうだこれはどうだこれはどうだミスじゃないかなんだこれ、いや、いやあれつけないんじゃない、まあでもカットがありそうな感じではありますが、ちょっと難しい、もっと早めに危ない危ないガラス切るんだって、途中で切ればいいから終わり、いや終わりでしょ、ナイボールでしょ行って、やばい、本当に痛いこれどこにやばいぞ、これはめちゃめちゃ痛いぞめっちゃ急だった牛の法則これやばいぞ、もうあこれギブアップないんでしたっけギブアップないって前回言ってました、あなたが、え、言ってました、なんで言ってました、だって痛いんだもんまだ半分残ってます、半分以上残ってます、ただ半分か、4個いやー、またおーしかし反対側だ、捨て玉を取るなら反対側の何か所も出なきゃいけない、しかしここはフリーボール、このチャンスをうまく生かせるか、おばあはどこからつくのでしょうか、彼はこれを考える余裕もなく、ただひたすらただひたすら前に進んでいく、おっと取った、クラフト取りました、どうするんだ、痛い入るのか、しかし配置は悪くはない、だから取れそうだが、いやもう痛すぎてやばいこれ動画2回に分けてもいいぐらいのやつ、もうちゃんとつけない健康になってます、これやばい、どうしよう、してマジで足痛い、マジで足痛い、やばい、マジで足痛い、しかし今現在世界記録がね生まれるところですから、ただ今世界記録ワールドレコード今作ってるわけです、あとがあー、これは振りもいいぞ、ワールドレコード11に向けて大丈夫でしょうかこれポジションを持たせればかなりいいじゃないですか、スクラッチ、さあもうすぐフィルマンを入れて車が止まったら終了、痛い、さあ、どういうこと、いくつだ、あ、外れてます、なんでよ終わったかと思ったらまだあるから、これやばい、痛いこれほんとやばいよ、痛すぎる、終わるのか、俺は外せない、危ない、そして消えまで、手玉が止まるまで、はい、止まりました、6分52秒、これやばいです、あ、どうも、はい、多分なんですけど、
これ実際今日に2個目撮ってるじゃないですか。はい、蓄積してます。一日に2回はやりすぎだと。あの完全にこの痛くなる曲線がこう来てます。まずいですね。やばいっす。黒子さん死んじゃうじゃないですか。これマジ痛い。やばい。大丈夫ですか。わかんないです。もう本当死ぬかと思いました。途中でやめようかと思いました。怖いですね。もう本当シュートミスは死にます。いやー怖い。いいですか。はい。いきますよ。ああで初めてよ。ラックなんだラック。やだ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 。自分です。やだやだやだ。ラック自分です。やり直したい。なんで入ってないんだよ。ラック自分です。痛い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 。え、どこ。あーこれラインボールが難しい。痛い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 。足の置き場を全然違う全然違う。足の置き場をはしょるとめちゃくちゃ痛い。どこ。痛い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 。そんでかいよでかい。狙ってるんです。えいって音。よし。あ、やめろ。これテキサスルールだからね。戻ってこないですからね。戻ってこないでいいですけど。あ、なんかずるいな。ずるくない。こっち。え、なんかスクラッチやのにすぐ取れてる。あの人ずるいな。痛い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 。なんかずるくないあれ。すぐ取れてるあの人。よし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 よ。いやでもかなり早い。かなり僕よりはいいペースで来ており、そして配置も悪くないので、どうでしょう。ああああとはこの蓄積の痛さに耐えられるかどうかだけです。ああトーチかこれ足の位置を見誤るやつ。これ意外と足遠い。ちゃんとポジションを考えて。よいしょ。痛い痛い痛い。いやーちゃんとこれはミスを。ああ。ここはいいだろう。足寝たい。足抜き重要なんだよ、タック。痛い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 。足適当についじったら外れるか。どうしよう。なんか向こうまで歩きに行かなきゃいけないのがビビビってやる。いや引いてもいいんですよ。引いてそこの辺に出しても。引いてそこの辺に出してもいいんですよ別に。ああ。枝葉むしろ猛毒すぎ。そう。あ、ちょっと。それ置くのありなの？そうです、そんなの聞いてない。え、置かない、置いたら楽じゃん。それずるくない？俺ずっと持ってんだよ、ちゃんと球。それずるいです、ずるいです。ダメなんですか？ダメです、ずっと持ってる。ルール、そんなルール聞いてないですよ。いや、僕ずっと持ってましたから。そんなの、だって置いちゃったら楽じゃないですか、それ。そんなの個人の自由じゃないですか。ビリヤードするとき、だって1球ずつ置きます、球。置かないでしょ？ビリヤードのとき、1枚ずつ置きます。あいや置かないでしょ。そりゃそうっすけど、普通のビリヤードだって木を置かないでしょ。ここじゃないな。もちろん。全然ですよ。なんかでも余裕で行かれてる感が嫌だな、時間。6分52秒って相当余裕ある。やばい、これやった。しかも出てないのに遠い。これは置くのありでしょ。なしですよ、置くの。なんでじゃん。だってどういったら。じゃあ、これが邪魔なんで、俺。さあ、もう4分を今経過しております。本当？無理じゃね？4分を経過しておりまして、これ、今パッと見、6番はありません。どうするんでしょうか。痛い痛い痛い。スクラッチ
あ、もうわざと。わざと。わざとスクラッチ。もしくはわざとチョンファールとかもあるのかな。あ、そうだよ。そういう技術があるなら。おぉ、入れに行った。ほら、またこういう。出て、出て、どっちから行く、こっちから。あ、出てますね、出てます。さあ、しかし時間、今4分50秒。え、無理じゃね、何分だっけ。6分50秒、まだ2分あります。まだ2分ありますが、痛い痛いよ、もうやだよ。あ、ゾンビ届く、届く、届く。どこ、7番、これから。え、これ、これでもどうなんですかね。この7の位置で、8がまた立てちゃってな。ここに行けるんだ。手玉近い作戦。痛いよ。5分半。これまたが皮膚がずっと力出るパターンだよ。俺だったらこっちまで出さなきゃいけないから。痛いよ。これポジションと痛いよ。こっちから突きたい、9番。あ、もう僕に行かれませんよ。めちゃめちゃ狙ってるぞ。これだよ。僕が見てるし。もうこれはいいとこに出ている。痛い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 、でかい。よし、えい。あー、もう結果、結果。ただいまのタイム6分14秒。イエーイ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 。勝ちでしょ。まあ、勝ちですね。勝ちです。僕がめちゃくちゃ遅かった。過酷ですね。めっちゃ過酷です。まあ、ワールドレコード充実しましたので、どっかね、海外のビリヤード YouTuber トッププロとかね、ワールドクラスと一緒にやってもらいたい。6分14秒、遅。ボーラードの時は手玉をわざと動かしてポジションをするということが可能だったんですけど、ナインボールの場合なんか出さなきゃいけないから、遠くに行ってしまうところにつかなきゃいけないっていうメンタルが辛いですね。そうね、あそこまで行かなきゃいけないのが目に見えてるっていう。ぜひね、他の YouTuber の方もね、やってもらって、ユティオさんにぜひやって。そうだね、ぜひやってください。はい、悶絶してください。罰ゲームをご鑑賞ください。テク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 テディーン。何、餅つきの動作をする。それではたっくんの罰ゲーム、餅つきの動作をするを見ながら今日はお別れです。皆さん、通知のオン、チャンネル登録、高評価を押して、また次の動画をお待ちください。それではタックン、罰ゲーム、餅つきの動作をする、お願いします。なーにやっちまったの。男は黙って黙って。さよなら。